どうも、ちひろです。ちょっとさすがにこれはカメラ回さざるを得ないんじゃないかっていうことがね、ちょっと最近ありましたよね。俺も一応こう、ジャニオタとしての企画とかいろいろやらせてもらったりとか、平成ジャンプの山田くんが好きなんですよってずっと言い続けてるから、そのことに対して触れないのもちょっと逆に変かなってことで、今回もちょっとそこに触れていこうかなと思います。ねえ、ジャニーズ。ちょっとやばいっすね、これ。いやー、ジャニーズ事務所退所ですってよ。スマップ。いやね、キンプリですよ、キンプリ。キンプリと岸優太くん、平野翔くん、神宮寺優太くんの3人が脱退して、その後ジャニーズ事務所も抜けるっていうのがね、先週の金曜日だからちょうど1週間前か、ドーンと出ましたけど、こらさすがに衝撃よ。俺はまあ一応ジャンプタンだけど、やっぱなんかこう、国民的アイドルにこれからなるのはキンプリだろうなっていうなんかちょっとあったのよ、頭の中で。まさか抜けるっていう。で、キンプリも好きですよ、ちゃんと岸くんが一番好きなんですけど、コンサートも入りましたしね、僕。2回目のコンサートかな入るぐらいちゃんと好きなんですよ。で、その入った時に、俺はグループ YouTuber だったんで、企画としてジャニオタじゃない男の子をコンサートに連れてったら、その子たちはジャニーズにハマるのかっていう動画を撮って出したんですよ。そしたらなんかコメント欄で、アホキッズみたいな奴らがなんか、好きじゃない人2人入るんだったら私らも入りたかったんですけど、私ら出られなかったのになんでこういう人たちが入るんだみたいな。知らん、当たったんだからこっちは。みんと低いファンやなと思って、っていうのをマネージャーの菅ちゃんが言ってました。そういう人もいたんだよって。俺はもう全然そんなこと思わない。皆さん素晴らしい。ジャニオタっていうのは素晴らしい。菅ちゃんが言うからなんかやめときなって思ったけど。で、その、キンプリファンの話からちょっと流れると、ツイッターで話題になってましたね。解散騒動が出た後に、平野くんのブログの、これ縦読みでメッセージなんじゃないかって。すごいぞ、これ。みんな見ました？ツイッターで。すごい回ってましたけど、いろんな考察とかなんか、憶測みたいのが。これですよ。ね、縦読み。セセンテタンテレンス。ね、セセンテタンテレンス。すごい縦読み。これを見つけた人はすごいよ、ほんとに。これが本当は翔くんが伝えたいメッセージなんじゃないかって。テテンテタンテレンス。ね、言ってましたけど、皆さん。で、あれね、そのツイッターの流れから言うと、タッキーがね、ツイッター始めましたね。タッキーもジャニーズの社長を外れて、独立しちゃいましたけど、タッキーのツイッターの使い方が面白すぎるっつって。一切文字は投稿してないですよ、まだ。けど、こう、赤西仁くんとか、ヤマピーとか、西木戸くんとかのツイート、リツイートして、一切文は書かない。もうリツイートだけなんです。けど、唯一文章を書いてんのが、プロフィール欄っていう。プロフィール欄でずっとなんか文字を書いてる。つぶやき方がわかりませんみたいな。そんなわけあるかい？っていうので、ひとしきりツイッターが盛り上がって、その直後に、やっとツイートが来ましたよ。けど、文字はないですね。で、これがこの逆さまの文章ね。今時こんな画像を書き出して逆さまで保存されることなんか、まあないだろ。どういうパソコン使ってんだ、タッキーは。そこが心配だわ。ねえ、ありまして。もうジャニーズ事務所ボロボロですよ、今。何年前からかもうすごいことになってますけど、ちょっとね、俺これ一ジャニーズファンとして、ちょっと解決策を思いついたんですね。やっぱね、ジャニーズ事務所の人よりファンの方がなんかこう需要が分かってるんだってことあるじゃない。その感じでちょっと俺がね、やっぱこうしたらもっとジャニーズ事務所、軌道また乗るんじゃないかって思いつきました。その解決策はですね、俺がもうキンプリ入ればいいんじゃないかな。いやもうこれしかないよ、ジャニーズ事務所。そろそろ目覚ましてちょうだい。永瀬廉くん、高橋海人くんの二人でキング&プリンスこれからやっていきますって言ってますけど、それとなんかもうタッキー&翼みたいななんかもう、どっちがキング、どっちがプリンスみたいになっちゃう。俺が、じゃあ、安藤役をやるから。廉くんキング、海人くんプリンス、俺が安藤をやるから。その安藤役をさせてくれ、俺に。な、ジュリー。もう分かってんでしょ？俺をキンプリに入れてくれよ。ずっと鼻くそ言ってたんだけど。申し訳ない。まあまあまあ、とは言いつつね、さすがに俺もバカじゃないよ。さすがにこの顔でキンプリ入れてくれなんておこがましいことは、入れるんじゃないか、これ。ってことでよ、もっともっと俺がイケメンになったら、さすがにあのジュリーでも俺を捕まえたくてしょうがないんじゃないかってことで、さらにイケメンになれるように、ちょっと今から顔面いじっていこうかなと思います。いくつかドンキで買ってきましたよ。でもまずね、顔より何より服装って結構大事なんじゃないかなって。こんなさ、ただのニット着てるだけでキンプリですなんてできないじゃない、さすがに。ミュージックビデオとかおしゃれですからね。ちょっと一回着替えてきますわ。さあ、ということで買ってきたアイテムたちでどうにか俺をイケメンにもっともっとしようかなということで。
まずちょっと輪郭ね。俺ちょっとさ、顔丸いのかな、どうなんだろう、わかんないけど、やっぱキンプリともなるともうシュッとしてるわけですよ。あれを目指したいんで、ちょっともうこれでもう肉をこう取って後ろに引き上げていく。あ、ちょっとダメだなこれ、全然粘着が。あれか、二重顎とかをもっとなくしていけばいいのか。ここの肉を引っ張って二重顎をなくす。こうやってこの肉をこうやって、あ、いい、上がってる上がってる。で、この緑でしょ、これ。緑でどうすんのって思うかもしれないですけど、私、今、これ編集技術っていうものは進化しててですね、緑だとグリーンバックって背景抜けるんですね。それで、うまい具合に加工してもらって、だからね、ここの色はもう全く気にしなくて大丈夫です。ただただ小顔に、小顔にしていく。こんなもんかな？これでしょ、輪郭はまず第一関門クリア。二重幅がですね、アイドルっていうのはあればあるほどいいですから。僕はね、わりかしあれなんですよ。二重幅がちょっとね、左右差があるんですね、こうやって。これちょっと、アイプキで整えていきます。これでまず、これ液体タイプのやつで。いや、もともこれぐらいでしょ？これはちょっとね、倍ぐらいにしていきたいなと思いますので、これで倍ぐらいの二重幅に、俺はなる。やっぱ科学の進歩っていうのはすごいですからね。アイプチもそうだし、このグリーンバックで色が抜けるっていうのは、これぐらいで、どうだ？これぐらいでそうなの。こんな二重幅の人今までいた？ダメだ、ちょっとこれダメだ、顔はもう剥がれちゃうわ、これ汗で。でっか目、全然違うわ。これ全然違うの分かりますよ、全然違う目の大きさが。で、ノーズシャドウなんか濃ければ濃いほどいいんだから、鼻筋を細く細く高く高く、やっぱね、かっこいい人って鼻細いし高いのよね。待って、ちょっと普通に鼻高く、めっちゃ高くないこれ、伝わるかなこれ、めっちゃ、あーあー、顔はやっぱあれだな、やっぱ輪郭大事だから、油取ってちゃんと引っ張った方がいいな。全然違うじゃん、やっぱり。あ、でもこれでほら、これでだってもう歌って踊ったらもう完璧や。もうキンプリに入れるんじゃないか。ヤンバーワン一番ただやる一番、ヤンバーワン一番ただやる一番、まあね、ちょっとここまでふざけましたけど、今日でキンプリを脱退します。